いんですか？痛い。いや、ヒールが出たんだけど。あれが私の全力です。こんにちは、松尾です。ヤッフィーキャラン二階堂です。あ、変えたね。あれ、いや違う文字です。サーカスです。ファンクラブ会員番号243番、杉尾田です。あ、よろしくお願いします。ちゃんと言ってくれた。いや、偉いな。ありがとう。今日2人がかりでやってもらえますか。いや、本当は杉さんからも4人がいいって。王族になりたい。ごめんなさい。今日2人しか用意できなかった。お前さ、考えたらわかるやん。もうそんなの3コースじゃないんやけど。よっしゃ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、いってみよう。松尾多動中期。あら、おかえりなさい。こんにちは。いや、顔なんか変わってない。顔なんかずっとこうなってたんだ。いや、えらいイカチー顔になってるけど。イカチー、たけしみたいな顔になってる。たけし、ポケモンのたけし。大丈夫、目なくなりました。目なくなりました。ポケタケや。すごい、ポケタケって、ポケタケそんな言い方するんや。ポケタケ、ポケタケみたいになってますよ。失礼します。あー、鎖骨がない。鎖骨がない。鎖骨が埋もれとる。うわ、ほんとだ。これは発掘せないかんす、ね、これは来るぞ、杉さん。マジで。はい、ほら、脱げ。あ、脱ぎますか。いや、それでいいと思います。上脱がんでやるんですか。脱ぎます杉さん。あ、脱ぎますか。お腹脱げ、ほら、見よ、ほら。あ、やだ、恥ずかしい。脱げ、ほら。やだ。このシーンもすごい。ライブシーンですか。いや、これ動画です。あ、それ動画、よかった。ライブで来とる。あ、そこライブ。うわー、これはやばい。そういう生物です、これ。人間ではない。ちょっと虫要素がある。うん、あのフリーザー乗ってる。すごい、うん、すごい、何これ。あまりに近寄るとね、こんなにこんなにひどいんですか。いや、プロレスラーやん、体型。ね、普段は服着てるからわかんないですけど、ええ、本当あれですね。あ、これは私服の時間だ。ここね、さっきもここの時気持ちよかったんですよ。よかったね。でもこの後地獄が待ってるんですよ。いいよ。胸骨が硬いですね、杉さん。呼吸浅い感じとかないですか。いや、ありますね、最近。いや、太ったからここがへっこまなくて、こう呼吸浅くなってるのかなと思ってたんですけど、ここのですね、胸の間のこの胸骨っていうところは意外と関節が固まるんですよね。そうなんですね。ちょっとこの辺も呼吸しやすく、ちょっと。ああ、嬉しいですね。これ全面ってあれですね、怖い。さあ、あっ、うん、高先生、思い切ってくれた。まずは弱めにちょっと言ってみる。これ弱いんですか。ちょっと、これ弱いんですか。表はね、痛いのよ、激烈に。あ、いって、いっかっと、ちょっと、いすご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 い。波打ちよ、足が。すごいすごいすごい。上手上手。いや、ギリギリ。上手上手。上手上手。すげえ。上手よ。年齢はもう本当弱めぐらいで十分なんですよ。そうよ、あの弱めでも激烈痛いからね。やりすぎると本当逆に悪くなっちゃうんで。杉尾さん。はい。背中以上よ。痛いっす。いや、それ痛い。そこめちゃくちゃ痛いもん。もう死ぬかと思ったもん。オッペが、オッペがいて。オッペってなんだよ。あっ、いや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 、いやらしい音だよ。痛い痛い。ちょっと待って、ふくらはぎ、ちょっと待って。ふくらはぎ、これが痛いんだ。足が。いやいや、その顔の振り方はもう、改造される人が。ちょっと待って。やめろ、しょっか。言ってもいけない。なんて足が痛い。
もう顔が誰かわからん。別人。でもそっちは大丈夫。ここは大丈夫なんですね。そっちは大丈夫。気持ちいい。ここは大丈夫なんだ。いや気持ちよくはないっす。気持ちよくはない。耐えられる、あの。あ、痛いけど耐えられるぐらい。はい。根元だね、やっぱね。上に上がっていくと痛いですね。いや、膝側が痛いっす。膝側が痛いっす。膝、あ、ごめんなさい、なんか、ちょっと。痛っ。膝周りが痛い。いや、膝周りが痛いっす。いや、膝実際。実際膝悪いっすもんね。膝めちゃくちゃ痛いっす。じゃあ、つけていきまーす。はい。つけていきますが地獄よ、またあ、ちょっ、あ、ちょっと待って、いや、そこに、あ太もも、いって、太もも吸うのすっごい痛いっすよ、これそうなんですよあ、怖い、内もも怖いあ、でも大丈夫だ内ももって言うと焼肉で言えば結構いい部位じゃないですか。あ、そうなんですね。ね、もう考える余裕ないし。内ももというとね、心身でしょうよ。あ、名前は聞きますね。うん。あ、でも、あ、反応いいな。ちょっと、あの、ふくらはぎの外側やばいっす。ふくらはぎ。ふくらはぎ。ふくらはぎ。サーカステントみたい。全部同じくらい色がついてる。マツオタ道地域。行って、あ、ふくらはぎ内側痛いっす。ふくらはぎの内側、なるほど。ああ。何鳴らしてんすか。ちょっと。ちょっと。変してるんですけど、ちょっと。すいません、じゃあ最悪ですよ。すいません、こんな出ますこんなことありますか。ちょっとなんか動かした方がいいですか。杉さん、そんな音します。杉さん、ほんとダメ。なんかダメです。なんでそんなになっちゃうんですか。何やってんの。もうブリブリさ、この人。俺なんか努力できます。俺努力できますってどういうこと。なんかずっと平行くんですよ。左肩が平行いてるんですよ。ほんとやね。なんでそんなに肉が。いや、汚ねえよ。汚ねえよ、音が。おならじゃないのよ。なんで。いや、ブーブーじゃないよ。なんで。まるでオートマ。なんでそんなことはない。ポーチなんで。なんすか、これ。ちょっと。グータイ。こんな何が起きてるんですか。いやいや、機嫌が悪いヤクルトレイデーみたいな。これどういうことですか、もし。僕たちもわかんない。何ですか、これ。これじゃないのよ。絶妙に杉さんの脇と水玉の相性が。何の音ですか、ブブブ。そうなりますよね。この音で負ける先生の声が消えたんですよ。ごめんなさい。悪気はなかったんです。お願いします。松尾田道地。機嫌が悪いヤクルトレイデーの方が。おお、あ、ええ、痛い、痛い、お腹痛い。あ、お腹スライドしてないですよね。してないですね。スライドしてます。なかった。スレさん、たぶんお腹のスライドは皮取れると思う。あ、ほんと、なんかウルトラマンゾフィーみたいになってますね、ここね。これ、痛い、お腹痛い。お腹痛い。なかったもん、お腹のスライド。これ、お腹痛い。お腹痛いって言うね。スライドしてないからね。あ、そういうことなんすか。頑張れ。もう少しだ。杉太頑張れ。杉太頑張れ。お腹痛い。杉太さん頑張れ。ありがとうございます。いや、3はいいな。3って入れるんやん。3入れる。ちょっと2回目はアウトかな。3って言った時だけ変にする。お腹痛いのが取れないんですよ、これ。あ、スライドしてやったら座れても痛みがそんなないですよね。最初のスライドで筋膜の癒着をある程度取るので。これだって剥がれてない状態にずっと吸い続けようけ、ちょっとずつ剥がれよう感じで痛みが、うん、あ、取れた、うん、胸の方はちょっと先に取りましょうかね。はい。うわ、真っ赤かやないねカラータイマーができとる。カラータイマーがいっぱいできとる。焼き入れられたみたいな。焼き入れられた。
これってさ、ここ吸ったらさ、ここに綺麗にこうならんなりますけど、多分乳首取れる。あ、ブーンって、ブーンって膨らんで、座れて。そっか、ハート型にしてもらおう。ハート型にしたらもう、星型にしたらね、ええ、星にしたらプレイボーイみたいな。ファンタスティック。キャスト。ファンタスティック。ファンタスティック。なんか。色がなんか青が入ってますよね。青色が悪いやつですね。うわあ、なんか二重にしてなんか、もうなんかね、シャネルみたいな。シャネルの。わあ、これがカンナの愛ですね。よかったね、愛のメモリーが残ってる。嬉しいです。愛の甘い香りに。あなたは。マダロブ腹はそうです、うん、見てしもった見てはいけないものを見てしもったあ、これはきついただちょっとお腹を見てはいけないものよくないので、はい、お腹をちょっとだけ流しましょう。はい、お願いしますやっぱり流すんですね。お腹マジ痛かったっす。いやでもそれはもうね、あれですよ、食いすぎだ、うん、はい、お腹は痛いですよ。はい、それはもうしょうがないよ、酒飲んでね、師匠にタメ口聞く。一生忘れんがな。頑張れ、すぎよった。頑張れ、すぎよった。超合金デラックスロボみたいになったよ。カッチンカッチンになったよ、もう。力ありすぎて。超合金デラックス。超合金デラックスのジャイアントロボ。杉さん、一応念のためお伝えしておきますけど、はい、弱めにしてますからね。あら、弱めなんですね言っても初めてだった。これ弱いんです。ちなみに長里さんはもっと強めにしてます。ちょっとさ、チャレンジしようっていうのが無謀よ。すいません、あんなの僕4人でも全然余裕ですって言ったらね。ちょっともう押さえていただいて、じゃあ一旦起き上がって、はい。うわー、背中がすごいね、後ろが。うわー、すごい。オンみたいになってる。電源入れたらそこからピカーッと光りそうなの。松尾田道中。ということで一回抱きしめて。面白くない、うるさい、きつい感じとかないですか。あ、はい、今度左も出てきました。あ、なんかありましたね、そうだね、突っ張る感じないですね。さっきより楽になりました。あ、すげえ、なんか一つなんか超えましたね、元気になりましたね。ありがとうございます。水田、体の疲労自体はそんななかったんで、ぶっちゃけ水玉しなくてよかった。なんですって。え、あれ、体の動きもほぼ問題なかったし、いやね、上半身は特に、まあ、普通の位置に来られたら、あ、じゃあ針だけでしましょうかっていう患者さんだったんですけど、どうしてもしたいと。まあ、しょうがないですね。連動してもしたかったです。まあでも実際その内臓の疲労とか、いわゆる、まあ、体にあんまりよろしくないものとかがたまると、こうやって色が出やすいっていうのは確かにあるんですよね。なので水さんの悪いものを今回は出していったと。ありがとうございます。これから健康に健康っていきたいと思います。あ、いってどん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 。ありがとうございます。いや、なんこの顔。蝶はどう？いや、
やるよな、お前。重い、重い。痛いです。はい。松尾道中記。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、よかったよかった。うん。演技はしてないです。動画映えするね。うん、あれが私の全力です。オスカー俳優を目指します。うんまだまだパリしてないんだけどねパリはしてないです、はい、なるほど水玉水玉だけってないですよね水玉だけはないですないんです今日はもう杉さんがもう水玉水玉水玉って言ってたからハリする暇なかった水玉とハリでね基本松尾田コース初回1880円です2回目以降も1万円で受けられますんでぜひよろしくお願いしますお願いしますカナさんの方ではフラちゃんがやってますんで受けてますぜひ見てください、はい、よろしくお願いしますチャンネル登録お願いしますさよならスクンパイだって光りそうなところだけ赤くすごいわやだよだよ何ご自身あ、ね、あ僕ですか、ご自身の背中が、じゃあ見たらこうなってるんですね、はい、あんまり松尾田道中記でも見ない感じ、ねうん、足とかね青じんどるもんいや色がね本当悪い感じ、うん、青が入っとるけんね